ユリホールディングスプレゼンツチムチア。さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、秋田県立本庄高等学校ヨット部が大切にすることは自立です。出航に向け準備を進めるのは本庄高校ヨット部の部員たち。キャプテンの松田が競技と出会ったのは高校1年の時。海を優雅に走っているヨットの姿にかっこいいなと思って、この本庄高校にしかない部活なので、ここでしかできない体験っていうのもしたいなと思ってたので、ヨット部に入部することを決めました。部員たちは全長 4.2 メートルのヨットを2人で操り、風を動力に決められたコースの走破を目指す。レースで海に出たらコーチや監督のアドバイスとか聞けずに、自分たちだけで判断して突き進んでいかなければならなくて、本当に自然を相手にするスポーツなので、風の読み方とか潮の流れとか、まあ、自分たちだけで考えるっていうところにおいては成長できたかなと思います。海の上で育んできた自立する心、それは自分自身だけではなく仲間を支える力にもなる。ヨットっていうのは周りとかも見なきゃいけないスポーツなので、本当に視野を広く、困ってる人とか分かんないって言ってる人とかにも手を差し伸べるというか、そういうのができるようになったかなと思います。彼らは今日も仲間と共に大海原に挑んでいく。この人がいるから俺もやるみたいな、みんなの先頭になってみんながついてきてくれるような選手になりたいなと思ってます。本庄高校ヨット部が日々大切にすることは自立。ちむちや。この番組はユリホールディングスがお届けしました。つながる今。私たちの仕事は技術と品質にこだわり抜いたものづくりです。今日もより良い未来を実現するために、たくさんの仲間が活躍しています。ユリホールディングス。